始まりました。クローズアップ映画祭第16回大阪アジアン映画祭特集現地レポート第8回、はい、ということで、現地レポートは今回が最終回ですね。最終回です。はい、はい、やってきました最終回、最終回ですね。いよいよ、はい、そうですね、はい、だから現地レポートとしては全24本、はいはい、ご紹介という形になって、まあ、あの紹介しきれなかった作品とか、はい、インタビューとかはまた後々、まあ、それだとまあ受賞結果とかも含めて、ね、あの今後また大阪アジア映画祭に関する番組も、うん、あのまあ、カズベンシネマクラブで配信される予定なので、はい、あのぜひ、はい、チェックしてみてください、はい、というわけで最後の3本、はいはい、現地レポートとしては最後の3本ですね、はい、いきたいと思います。実は今回はコンペ3本です。そうですね、豪華のラインナップですよね、はい。そしてまた全然違う3本という感じなんですが、はい、では1本目からいきたいと思います。ナディア・バタフライ、パスカル・プラント監督、カナダの作品、そうですね、カナダの作品でアジアン映画祭ですね、はい、ですね、ちょっと異色です。はい、ジャパンプレミアでした。ではストーリーをいきたいと思います。選手人生のピークに引退を決め、最後の大会となる東京オリンピック2020に挑むカナダ代表の競泳選手ナディア。プールの中の世界しか知らない彼女は、引退後の医学部進学に不安を抱きながらも、東京での数日間を通して未来への一歩を踏み出していく。はい、というわけで東京2020年東京オリンピックを舞台にした、そうですね、映画でした、はい、かなりやっぱり見終わった後いろんな複雑な気持ちが出てきましたね、はい、これ実際東京オリンピックのシーンを撮ったじゃないですか。そうなんですよ、あ、はい、あの映画の中には東京オリンピックが出てきます、まあ、フィクションですけど、はい、そう、はい、だからねちょっと本当僕もいろんな思いがしましたね。そうですね、ジョーさんどうでしたかこの作品ご覧になって。そうですね、あと今回この作品は昨年のカンヌ国際映画祭 の、うん、あの2020のセレクションにも、はい、あの選ばれている作品なので、うん、あのやっぱりまず監督の演出力はかなり、はい、あのすごかったなっていうことなんですね、うん、常にあのそういう主人公を追っている、うんうんうん、あの姿勢でやりつつ、あのいわばオリンピック選手っていうなんていうかあのずっと光り輝っている人なんですけど、はいはいはい、一般人でもあるっていう切り口でいろいろ描かれましたね、うん、その中であの個人と国とか、うん、あとあの自分 の、 あのそういう気持ちはどうなっているのか、うん、あと試合終わった後のそういう感じとかはいろいろ描かれて、さらにやっぱりあの興味深いところは、はい、あのコロナ前の東京をかなり映されているところで、これなんか奇妙な体験だなと思いまして、うん、まあ、去年カンヌ2020も中止されましたし、はい、東京オリンピックも今延期中なので、うんうん、ある意味でこれはかなりこの時代の映画だと思います。堀木さんいかがですか。いや、おっしゃる通りだと思います、はい、その映画の中で描かれているのはコロナが起きなかった世界なんですよ、はい、で、まあ、もちろん他の映画でもそういう設定はあるとは思うんですけど、うん、これはまさにその2020年の東京オリンピックっていうのが舞台なので、はい、完全にそこがこう他の映画と少し違うリアルさというか、はい、異世界さみたいなのがあって、 で映画そのものはあの、まあ、ナディアの競技人生の最後のレースで、展開としてはどちらかというとそのレースが終わった後をメインに捉えているんですけれども、ね、はい、うん、まあ、彼女のそのに人としてこの後どうやって生きていくのかっていう、まあ、不安と葛藤とっていうのにすごく迫っていて、でこの方は実際に競泳の選手なんですよね、はい、主演の、ね、はい、体格見ればなんとかなんかスポーツをやっている感じはします。あとやっぱり興味深いのはやっぱりオリンピックについてもかなりそういう疑問を投げているっていう感じなんですね、やっぱ個人と国家のそういうまあ関係性、別にどっちがいいのか正しい答えはないと思いますけど、でもそのそういう複雑な気持ちになっている主人公を描くところはかなりやっぱ良かったなと思いますね。あともう一個感じたのは、あの東京という大都市の孤独感を感じましたね、はい、あ、はいはい、あのちょっとね刹那的な感じの、そうですね、それは主人公ともつながっていますし、まさに今の頃だと
つながったとは。そうなんですよ、はい、あの東京が出てくるんですよね、はい、はい、なので僕は見ていてちょっとこうモキュメンタリー的な雰囲気もありつつ、はいはい、でも最終的にやっぱりあのいわばある意味でオリンピック精神的なメッセージもあるんじゃないかな、うん、前向きに進むっていう、うん、そうですね、はい、あのまあ、オリンピックが終わっても、はい、そのアスリートとしてのなんていうのかな人生というか終 わ,、はいはい、終わっても人生これからも人生は続いていくっていう、はい、そうですね、メッセージかなと僕は感じました、はいはい、パスカル・プラント監督2作目でカンヌ選出でこの作品を取り上げて、実は1作目はベルリンのジェネレーション部門に出ているということで、いやもうかなり今世界的に注目されていますので、うん、あの今回の大阪アジア映画祭のコンペティションの部門の中でもやっぱりちょっとそういうちょっと異色でもありつ つ, つ、うん、はいはい、うん、まあもう完全にいろんな面で異色ですね、うん、はい、うん、いやなのでスポーツ映画というよりはもう一人の女性を追った人間ドラマとしてスポーツシーンもあるんですけどほぼないと、そうなんですよあるんですけど、はい、あのスポボーものが楽しみたい場合は中国女子バレーの方が、はい、いいかな。で、はい、あのナディア・バタフライはそうではなくてその人間に迫るという、う、ね、はい、素晴らしい作品だったと思います、うん、はい、はいはい、ナディア・バタフライでした、はい、では2作品目、コンペティション部門の作品ですね、いきたいと思います、ホテルアイリス、奥原博監督日本台湾合作ということで、今年コンペティション部門に入っている、昨日紹介した糸道に続いて2本目の、はい、これは日台合作です。そうですね、はい、作品です、うん、ではストーリーを簡単に触れたいと思います。さびれた海沿いのリゾート地、そこで日本人の母親が経営するホテルアイリスを手伝っているマリは、ある日会場で響き渡る女の悲鳴を聞く。赤いキャミソールのその女は男の罵声と暴力から逃れようと取り乱している。マリは呆然自失でただならぬその状況を静観している。一方で男の振る舞いに激しく惹かれているもう一人の自分がいて、無意識の中の何かが覚醒していくことにも気づき始めていたという作品ですね、うん、はい、これはあの日本の小説家の小川陽子さんの、そうですね、はい、原作の映画化でありますけれども、はい、ジョさんいかがでしたか。そうですね、難解映画らしい魅力が満載です。うん、はい、あのまあ、小川陽子先生の小説、はい、私この原作も読ませていただきましたけど、はい、それもあのストーリー の,、うんうん、あの展開も登場人物も、うんうんうん、いろんな謎が残されているままで終わっているので、うんうん、まさにこの映画をその小説 の, い い, あのいいところ全部あの、映像化して、でさらにあのそういう映像ならではの表現を入れて、うん、あのそういう偶話的な世界を構造しましたね、うん、特にやっぱりあの映画の中で鏡の使い方がやっぱりすごくうまかったので、どれが正しいなのか、はい、どれが本物なのか、うん、観客にお任せするっていうことがやっぱりすごく良かったんじゃないかなと思いますし、うんうん、あと小説の中でもこの島がどこにあるのかっていうことも明確されていないの で,、うんうん、で今回やっぱり小原監督の経歴はかなり面白くて、うん、あの日本で、青い車とか、はい、波を取った時にはロテルダムとか出品をしましたけど、うん、2018年で中国に、はい、あの確かに研修に行って、あのそこで中国に登ったんですね、うん、あで中国語映画の黒資格を取って、はい、東京国際映画祭のコンペティション部門にも入選されて、うん、それでもずっと中国に住んでいるということ、うん、今回も日本台湾合作って言うんですけど、うん、岡原監督に取材に聞いたらあの中国の資本も入っている、うん、あ、そうなんですね、ということで、うんうん、でさらにさらにこのロケ地は金門島ですよ。あ、そうなんですか、はい、そうなん、これどこなんだろうと思ってたんですよ、はい、一応あの舞台は台湾の架空の島っていう設定になってるんですけど、はい、どこなんだろうなと思ってて、うん、あ、そうですか、はい、なんかすごくこう異世界観というかね、岡原監督に聞いたらやっぱり日本の島で撮るっ
って別に悪くはないんですけど、どうしても日本的な情緒が出てくるっていう話だから、じゃあせっかくなので金門島、私も金門島行ったことないので、僕もないです、はいはい、なんか台湾に行ってもあのまだかなり離れていますし、そうですね、あの中国から行くとまたいろいろ手続きがあるので、うんうん、なかなか行きにくい、まあ秘境、まあ秘境ではないですけど秘境的な感じですけど、まあ、そうですね、はいはい、ちょっとあの政治的にいろいろと微妙な、そう政治的にもいろいろ微妙なところ、はい、あそうですか、はい、ここなんかすごく異国感があって、そうですね、はい、日本でもないような台湾でもないような不思議な島なんですよね。そうですね、はい、うん、このねロケ地はすごく印象的だなと思いましたし、はい、この映画の肝になってるかなという感じがしましたね、はい、あと、うん、あの焦点人物としてはやっぱり少女、主人公の少女の、はい、そういうなんか少女ならではのそういう、まあ、さまよう感とか、うんうん、危うさとか、うん、あとそういうコミュニケーションの足りなさとか、うんうんうん、そういう相手役はあの翻訳家っていう設定もやっぱりすごいですね、うん、ですロシア文学の翻訳家なんですよ、永瀬正敏さんが演じてるんですけど、はい、その辺もなかなか面白くて、あとやっぱりあの黄色いセーターで着たあの少女と、うんうんうん、本物じゃないみたいな感じでもう私もしますけど、うんうんうん、本当に存在してるか、うんうんうん、あの別世界に住んでるのかっていうイメージもあって、うんうんうん、もう本当に見た方がそれぞれの解釈がある作品なので、うんうん、あのまさにその島がよくわからない島ともぴったりじゃないかな。そうですね、はい、これもなかなかストーリーを追って説明するというよりはこの映像とそれを体感するような感じの映画、ね、はい、まあ、体感映画ですね、はい、うん、はい、あの個人的にはリーカンションがリーカンションができるのがあの、ね、本当はすごいなんていうんですよ、脇役というか、いやでもかなり存在感がある、存在感はすごいんですけど、はい、あのまあ、相変わらずほとんど喋らないんですけどすごいね、あの出てきた瞬間に、はい、なんていうんですか、画面がキュッとなる感じがあって、僕はそれもツボでした個人的に、はい、奥原あの監督実は僕黒四角あの結構好きで、あ、はいはい、あの劇場で見たんですけど、はい、ちょっと新作を楽しみにしていたので今回ワールドプレミアで見れて、はい、よかったです、はい、まあ、日本国内の公開も決まりましたので、あ、そうですか、はいはい、うん、じゃあぜひぜひあのまた劇場で皆さんもチェックしてください、はいはい、ホテルアイリスでした、では最後の一本ですね、最後の一本も、ちょっと珍しい国というか大阪アジア映画祭としては、ね、はい、異色の作品かなというところです、はい、クー、ポール・ベネガス監督、エクアドル・ウルグアイ合作と、はい、エクアドル・ウルグアイ合作で大阪アジア映画祭、はい、南米作品が入ってきてますけれども、はいはいはい、ではストーリーをあの簡単に説明したいと思います、密航船に乗って深センからエクアドルへ渡ってきたシャオレイとウォン。シャオレイはニューヨークを最終目的地としていて、ウォンは幼い息子を呼んで一緒に暮らすことを夢見ているというところが、まあ、スタートで、この後、まあ、彼らを手引きした、まあ、現地に住んでいる、まあ、華僑なんですかね、エクアドルに住んでいる中国人社会の、 その裏社会とのつながりに2人が巻き込まれていくというストーリーで、これ結構どうなんでしょう、社会派的な作品なんですかね、そうですね、はい、うん、はい、ジョーさんご覧になっていかがでしたか。いや、エクアドルエクアドルという国は私サッカーってしかわからないんですね。サッカー好きだからサッカー選手とかあのエクアドルの選手とかあるっていう感じですけど、他にこういうことがあるんだってこの映画を見た時はまずびっくりしましたね。いわば中国からほぼ1万5000キロ以上離れている、まあそうですよね、地球の裏側に近いような、はい、エクアドルに行って、そういういわば人生の再出発を始まるっていうことを、今回あのそのこの点についていろいろ監督にもいろいろお聞きしましたけど、はい、やっぱりビザがあのかなりフリーっていう感じになっているから、あの十何年前からあのビザなしであのなるほどところで行くことができるので、そこを、まあ、乗り継ぎっていうか、うん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 、あの
そこで、まあ、アメリカに行ったりブラジルにだったりアルゼンチンに行ったりなるほどっていう中国の方が多いっていう話なんです。あ、そうなんですね。あ、ちなみにこれエクアドルの映画なんですけど、はい、9割は中国語ですね、セリフは。あ、そうですね、はい、まあ、ほぼ中国人社会を描いているの で、はいはい、私個人的なイメージはこういうことですと、やっぱり20年前の、まあ、せめても15年前のイメージじゃないかなと思ったら、まだ、うん、未だにまだ世界のこういう裏側に、はい、続いているっていうか。あ、そうなんですね、はいはい、なかなかやっぱり興味深く、うん、コンテナ船に隠れて乗って、はいはい、船で渡って、はい、それはもう本当に多分単なる経済的な問題だけではなく、うん、なんかそういうそれこそ再出発という意味で、うん、中国とかなり離れてるところで、うん、自分の、まあ、第二人生第三人生を始めたいっていう人々を描く作品ですね、うん、あと監督ご自身も中国に住んだ経験もあるの で、ね、だから今回の作品一番なんか すごく面白く思っているところは、はい、チャプトごとに漢字使ってるじゃないですか、うんうんうん、あ、そうですね、うん、あれうまいですね。よくこういう漢字1個で全部のその章の内容をまとめた漢字を見つかったなっていう、やっぱりこれは監督の、まあ、中国在住の経験があるんじゃないかなということですね。ホリティさんは全体的にどうご覧になりますか？そうですね、はい、まあ、まずそのエクアドルというか南米のそういった中国人コミュニティを描いた作品っていうのは初めて見ました、はいはい、で、まあ、ベネズエラとかブラジルとかは比較的その大きいコミュニティがあるっていうのはニュースとかで見たりもするんですけど、はい、エクアドルにもこんなその社会があるんだっていうのがまず驚きでしたね、はい、そしてそのいわゆる密航船に乗ってで渡るっていうことは、つまりその黒裏社会のボスがその手引きをしている、で結局その支配下から逃れ簡単には逃れられないと、渡ったとしても、で最初シャオレイが逃げ出そうとして捕まるじゃないですか、はい、まあ、途中まで逃げるんだけど結果捕まって連れ戻されて、結局なんかみんなお互いになんとなく監視し合ってるような、はい、はい、社会の中で生きていく。そうですね、まあ要は居場所を探す作品でもありますね、うん、自分の、うん、まあ「空」っていうタイトルもかなりやっぱいろんな意味入ってると思いますので、うん、そうですね、はい、うん、だからこれは新鮮でしたし、なかなか、まあ、今回大阪アジア映画祭で上映されたから見れた作品で、そうですね、やっぱりこれこういうセレクション本当に素晴らしかったなと思いますね、うん、よく見つかったなという感じはしましたね、うん、ちなみに今作も今年のエクアドルのアカデミー賞の代表としてもうすでに応募したらしく、うんうんうん、はい、はい、なんかその異国の地で生きる移民としてのアイデンティティっていうものに迫りつつ、まあ、ちょっとスリラーというかサスペンス要素もあるような、はいはい、異色作だったなと思います、はい、アジア映画祭もいわば国際映画祭的な感じで、うん、北米と南米の映画も両方体験できますし、そうですね、はい、っていうのも、もう今本当に世界つながっているっていうことですよね、はい、うん、その、まあ、地域で単純に分けられなくなってきているという、そうですね、はいはい、気はしますね、はい、まあ、あと、まあ、制作国が例えばその例えば日本だったりエクアドルだったりしても描かれてるものが必ずしも、そうですね、うん、はい、これやっぱりハリウッドもかなり成熟したマーケットなので、うん、たとえ監督はイギリス人、主演はフランス人だとしてもアメリカを描いてる作品とかも普通にありますので、今後多分こういうケースがどんどん増えていくと思いますので、うん、まあ、新たな可能性も感じられるんじゃないかなと思います、ね、うん、はい、なかなかちょっと苦い展開が待っているので、うん、はい、個人的に苦い映画が好きな人間としては、はいはい、割と印象に残る作品でしたね、はいはいはい、というわけで、ナディア・バタフライ、ホテル・アイリス、クーと3本紹介してきまして、はい、現地レポートはこれで終了ということになりますが、はい、また総集編で改めて、はい、他の作品も含めて、あと受賞結果とかも含めて
今年の第16回大阪アジア映画祭がどうだったかっていうのは、はい、話せたらいいなと思うんですけど、堀井さんお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい、では総集編を楽しみにお待ちいただいて、はいはい、ではまた次回お会いしたいと思います。はい。